アンディ・ロディック、アンディ・ロディック、アンディ・スティーブン・ロディック、1982年8月30日タイ、は、アメリカネーブラスカ州オマハ出身の元男子、プロテニス選手。ATP ツアーで、シングルス32勝、ダブルス4勝を挙げた。身長188センチメートル、体重88キログラム、自己最高ランキングシングルス1位。 2003年全米オープン男子シ,シングルス優勝者。マスターズ戦では5回優勝。有数のビッグサーバーとしても知られ、サービスエース数9074本は歴代4位記録である。また、現在男子アメリカ人選手シングルス最後のグランドスラム優勝者、世界ランキング1位、年間最終ランキング1位経験者である。4歳からテニスを始める。 2000年前後オープンと全米オープンジュニアシングルスに優勝し18歳でプロ転校2001年春から男子テニス国別対抗戦デビスカップアメリカが衆国代表選手に選ばた2003年全米オープン男子シングルスで4大体開発優勝決勝では当年度の全仏オープン優勝者フアンカルロス・フェレーロを6から37から6 6から3のストレートで倒した。ロディックはこの優勝により、それまで長年アメリカの男子テニス界を支えてきたピート・サンプラスとアンドレア・ガシの後継者として注目を集めた。その後ロディックは11月3日付の世界ランキングで1位に上り詰めた。ロディックはウィンブルドン選手権では2004年と2005年の2年連続決勝でロジャー・フェデラーに敗れて、 準優勝になった、フェデラーには2003年の同大会準決勝でも、敗れているため、3年連続の苦敗となる。2004年アテネ五輪に、アメリカ代表選手として、シングルス3回戦で、チリ代表のフェルナンド・ゴンサレスに4から6、4から6で敗退する。オリンピック終了後の全米オープンでは、準々決勝でヨアキム、弱気無用ハンソンに4から6、4から6、6から3、 6から2、4から6のフルセットで敗れ、早い段階で大会連覇のチャンスを逃した。2005年全米オープンでは、1回戦でジルミュラーに深くを取り、6から7、6から7、6から7のストレートで敗退した。2006年全豪オープンで、ロディックは4回戦で、マルコス・バグダティスに4から6、6から1、3から6、4から6で敗退する。その後、 ウィンブルドンでは3回戦で、イギリスの新生アンディ・マリーとのアンディ対決に敗れてしまった。この時、世界ランキングは12位まで落ちている。ウィンブルドン選手権の終了後、ロディックは7月26日から新コーチとして、往年のスーパースターだったジミー・コナーズを兵した。コナーズに指示し始めた後、全米オープンで3年ぶり2度目の決勝進出を果たしたが、またもやフェデラーに2から6。 6から4、5から7、1から6で敗れて、準優勝に終わった。その後2年低迷していったが、名コーチであるラリー・ステファン・キューを新たに迎え、プレースタイル改善を図っていき、2009年ウィンブルドンでは、3度目の決勝に進出し、フェデラーに挑戦した、7から5、6から7、6から7、6から3、14から16のフルセットの末をしくも、敗れ、またも、 準優勝に終わった。ロディックは長い間クレイコート開催の全仏オープンと相性が悪く、初出場時の2001年に3回戦まで進出した、あとは1.2回戦敗退止まりの成績が続いていたが、ようやく2009年に初の4回戦進出を決めたが、第11シードのガエルモンフィズに4から6、2から6、3から6のストレートで完敗した。 デビスカップアメリカ合衆国代表選手としても2007年にチームを12年ぶりの優勝に導いた。プライベートにおいては2009年4月17日に2007年秋以降交際を続けていた水着モデルのブルックリンデッカーと結婚した。その人気を活かし、児童虐待などの防止を呼びかけるチャリティーストバンドをプロデュースするなど社会的な活動も行っている。 2012年、第20シードとして出場した全米オープンの開催中で、自身の30回目の誕生日である8月30日に現役引退を表明した。ずっとこの大会で引退したいと思っていた。来季を戦う体力の不安があり、1回戦を戦って決めたと記者会見で語った。同大会4回戦にて、不安マルティンデル・ポトロに7から6、6から7、 2から6、4から6で敗退し、現役を引退した。ロディックは2017年に国際テニス伝導入りを果たした。209時速 242km のサーブを繰り出すビッグサーバー。全身の力を効率よく、理想的に使ったダイナミックなサーブでエースを量産する。またセカンドサーブで打つキックサーブやスライスサーブも強力。荒削りで、 若干安定性の面で欠ける部分はあるが、スウィングスピードが非常に速いフォアハンドも武器であった。ただし、サーブとフォアハンドに比べて、フットワーク、ストローク力等のレベルの低さは著しい。サーブやその次のフォアハンドで決められない場合、チャレンジャーレベルと揶揄されることもあった。なお逆に伸びしろは一番と、未完の待機と期待されていた時期でもある。 フェデラーに全く歯が立たないことから安定性を求めトップスピン系フォアハンドを多用したりネットプレーにチャレンジしたりプレイスタイルに変化を求めたがなかなか成功するまでに至らず低迷しかしこのロディックのプレイスタイル変更の取り組みは名コーチであるラリーステファンキを迎えた晩年の2009年ウィンブルドンにて成果を見せるビッグサーブを軸としたフォアハンド ネットプレーを使った速攻、ボディへの鋭いスピンを効かせた、セカンドサーブ、冷静な、粘り強さを特徴として勝ち進む。フルセットの熱戦となった、準々決勝、ヒューイット戦、トータル獲得ポイントでは劣っていたにもかかわらず勝負、強さを発揮、競り勝った、準決勝のマレー戦。そして最後は、力尽きたが7から5、6から7、6から7、6から,6から3。 14から16と最後にブレイクされるまで37ゲームもサーブキープを続けた決勝フェーデラーセントと名勝負を繰り広げている。ただ2010年以降年齢的問題、肩の怪我により急激に衰えを見せており、この輝きが続くことはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。